却できるという返却場所はきちんと決まっているんだけれども、うん、8月ぐらいには40カ所ぐらいに増やす予定らしくて、じゃあ自転車を借りても同じ場所に戻ってくる人がないってこと。そう、いいよね。なんか出たそれ、それもね月1050円で借りるんだって。ちょっと緑ね、そうそう、北海道行ってみるとかさ、ファクトリーとか